もしてもいいのかなという感じですね。放送席、放送席、今日のヒーローは今シーズン2勝目を挙げました加藤貴之投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。チームはホークス戦連敗中、そして9連戦の初戦でした。どんな意識でマウンドに上がったんでしょうか。そうですね、前回、チームに迷惑かけたんで、何としても、長いイニングを投げて、チームの勝利に貢献したいと思って、投げました。今日のピッチング振り返ってどのあたりが良かったですか。そうですね、先制してもらって、援護にも恵まれたんで、テンポよく、投げれたかなと思います。7回を89球ということでしたが、8回もマウンドに上がりたかったですか。そうですね、上がりたかったと、今シーズンここまで負けなし、安定感抜群のピッチングを見せていますが、手応えはいかがですか。そうですね、手応えはないですけど、もう全力で、頑張ってるだけです。そして栗山監督、60歳の初戦、勝利をプレゼントできましたね。そうですね、よかったです。さあ、チームはまずカードの頭を取りました。ファンの皆さんにメッセージを最後にお願いいたします。はい、今日も応援ありがとうございました。また明日試合あるので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。今日のヒーロー加藤投手でした。淡々とした感じでインタビューには答えていましたが、そうですね、ちょっと社会人の後輩なんで、もうちょっとしっかり喋れて言って、今度会った時言ってきます。そうですか。新日鉄ね、新品の、加藤ですが、ただピッチングは本当に堂々たるもんにかなり変わってきましたね。やっぱりストライク先行してますんでね、やっぱりこうピッチャー有利というか、ピッチャーペースでいけるので、